ベイクリントは国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所が保有する清掃権油回収船である。名前の由来は湾をきれいにしたいという願いから、東京湾内の浮遊ごみ及び浮遊油を回収する目的で2001年3月に横浜ヨットで建造されたスキッパーと呼ばれるショベルのようなものとクレーンを備え、 流木から冷蔵庫などの大型のゴミを回収する能力を持っている。浮遊湯の回収機能も備えており、東京湾周辺への原油流出などの海洋汚染に対応している。東北地方太平洋沖地震発生による津波によって太平洋へ流れ出た瓦礫や漂流物を回収する作業に参加している。2011年5月18日現在、ベイク 白流の合計で約3800立方メートル分の漂流物を回収している。国立国会図書館保有国土交通省関東地方整備局千葉公安事務所発表資料清掃権有回収船ベイクリン、ベイクリン画用国土交通省関東地方整備局千葉公安事務所2018年5月22日閲覧 東北地方沿岸にて海洋環境整備船、ベイクリン、白龍が海面の浮遊物を回収。国土交通省東北地方整備局、国土交通省、2018年5月22日閲覧。ありがとうございます。